えー、私、えー、Google API キスパートの Android を担当しております安城誠と申します。よろしくお願いします。えー、正直ですね、あの想定外というか、まさかこんなに人が来るとは全く思ってなかったんですけども、あのーえー、まあよく考えたら。 本日のアンドロイドのセッションはこれ、最初なんですよね。なので、まあ、トップバッターには、私はあの、名前が安城なので、慣れてはいるつもりなんですけども、あの正直、柄にもなく緊張しております。は、えーまあ、始めようと思います、えー。Android のデータ共有ということでお話しさせていただくのですが、えー、あ一応ですね、 何度か私の講演を聞いた方に言っておきますが、えー、今日は真面目にやりますので <laughs>、よろししくお願いします、えーまあ、Android にはいろんなあのデータ共有の仕組みが、えー、あるのですが、そのうち、えー、どんなものがあるのかというのを、一応4つほど紹介させていただきこうかと思っております。えー、っとですね なぜかですねあの皆さんにお配りされております案内書にはえこのセッションが上級と書いてあるんですけどもあんまり上級ではありませんあの私は初級か中級ぐらいかなとお伝えしていたつもりなんですがなぜか上級になっていましてですねあの戸惑ってるんですけどもえまあ間違いなくこの後あるあるクリスとかジェイソンの セッションは上級です、まああの。私のは割とエントリー向けなのでよろしくお願いします。えー、まず、インテントというものから紹介します。インテントなのですが、えー、これ自体は、えー、AndroidContentIntent というクラスを使うことで、えー、実現できます。えーまあ、これ自体は Android の非常に特徴的な機能で、 どういうものかと言いますと、アクティビティから異なるアクティビティを呼び出すときのトリガーとして使われます。でその際、ですねインテントを出すアクティビティと取るアクティビティにおいて、要するに、インテントを発行する側と受け取る側、その,その状況で、まあ、パッケージの異なるアプリである場合、要するに、 インテントを送る側とインテントを受け取る側が全く異なるアプリである場合はアプリから異なるアプリを起動するために使われるとで同じアプリの中でインテントを使う場合は基本的に画面遷移のために使われると思って結構です一応説明しておきますがアクティビティというのはアプリケーションワー Android のアプリケーションは基本的に一つ以上のアクティビティによって形成されていますと。まあ、ちょっとこれも本当は正しくなくてですね、アクティビティのないアプリケーションもあります。サービスというものが Android にはありまして、それ自体はまあサービスというのは、なんでしょうね、Windows とか Linux でいうところのサービスと同じようなものなんですが、要するにバックグラウンドで動いているプロセスと。 なので、それ自体は画面を必ずしも必要としないので、ウィンドウを必ずしも必要としないので、アクティビティ自体は1つのウィンドウを持っているものなので、アクティビティのないアプリケーションも存在することはするのですが、基本的にウィンドウを伴うアプリケーションの場合は、アクティビティがあると。 で、同、え、一、ーまあのアプリケーション内でインテントを使う場合はそれはただ単にあの別の画面に遷移するという形で使われますということです。で、えーまあ、使い方なのですが大きく分けて2通りあります。まあ、明示的なものと暗示的なものとエクスプリジット・インテンツインプリジット・インテンツと2通りあります。 でまずエクスプリジットの方なんですが、えー、コードスニッペットとしてはこのような形、えー、インテントをまず、えー、インスタンスを生成しますそれで、えーまあ、データを設定してスタートアクティビティでインテントを渡して、えー、アクティビティが実行されるという形なのですが最初のですね、えー、インテント、えー、の ですかインスタンスを生成するときのメソッドコンストラクターですかあの2番目の引数で f u b a r テストアナザークラスとありますここで要するに、あのー、起動したいアクティビティのクラス名を直接指定するとそうするとま n a z e というアクティビティが起動されるというものになっておりますなのですで、えー、に 次に、えー、起動してほしいアクティビティのクラス名を知っている場合ですね、そういうときにこれを直接使うことで、えー、アクティビティを起動することができる、そういう意味で明示的であるということになっています。で、一方ですね、インプリジットの方なんですが、す、え、で、ーまあ、に何冊が出ております、アンドロイドの本なんか読んでる方、<laughs> インテントをすでに使ってる方は、おそらくこっちの方がなじみがあるかもしれませんが、 えーまあ、基本的にインテントのインスタンスを生成してスタートアクティビティというところは変わらないのですけども、えー、引数が1番目と2番目が違います1番目にインテントの種類を設定して、えー、2番目にデータを設定すると先ほどの明示的な方では、えー、とデータはあのインスタンスを生成した後にセットデータというところで追加しておりますが、えー、こちらでは 引数に直接入れているとでこの「インテントアクションダイヤル」というところなんですがこれはインテンテトの種類がいくつかありますでどういうものがあるかというと「アクションインテントというものがいくつかアンドロイドには用意されておりまして一応太字になっている「アクションダイヤル」というのをこのサンプルでは使っております。 このアクションダイヤルというのを設定することで、えー、このアプリケーションこのインテントを使いたい人は要するにダイヤルしたいこの電話番号にダイヤルしたいという、えー、意味を持っています、うん、そういった、えー、いろんなこうアクションが指定されているものが、えー、プリセットとして用意されていますと。 まあ、あのこれ全部説明していると時間が足りないので、ここは飛ばしますが、いろんなものが用意されております。そしてアクションインテントのほかにですね、ブロードキャストインテントというものがありまして、これはあの OS 側から常に、えー、そのステータスによって発行されるインテントです。タイムティックというのは、例えば、えー、1秒ごとに、えー、発行されるインテントなので、えーインテン 自分のアプリケーションでこのインテントを受け取りたいというふうな設定をすれば1秒ごとにこのインテントを受け取れると。要するに1秒ごとに何かを変えたいようなアプリケーションを作,る作りたい場合はこれを受け取るような設定をすればえ使うことができるという形になっています。それで、渡されるデータなのですが、インテント、セットデータメソッドをえ先ほど 例ではここで使っておりました2行目ですね。で、ここで、テルコロンで、電話番号というのを使っています。これちょっと、ダブルクオーテーションがデータに抜けているかもしれませんね。すみません。こういう形でデータを設定するのですが、uri.pass というメソッドを使っています。この uri。 というクラスなのですが URI.pass メソッドは引き続きストリングしか取らないので実質渡せるデータはストリングであるとただ他にですねエクストラデータというのが用意されていますこれはあのインテントの putExtra というメソッドを使うことで設定できるんですが、まあ、タイプの異なる一つ以上のデータを渡したいときに便利と 要するに先ほど設定したものですとストリングを1つ渡すという形なのですがもっと他のストリングとは違う方も渡したいとかあるいは1つじゃなくて2つ3つ渡したいという場合に使うことが多いと思いますでエクストラデータで扱えるデータ型はじゃあどんな種類があるのかというとですねこのようにですね ページ1、ページ2、ページ3、ページ4、ページ5と、まあ、たくさんあるわけなんで、えー、全部説明するのかというと、まあ、しないんですけど、えー、まあ、簡単に言うとですね、えー、ブリアンやバイト、チャー、ショートイントロング、フロートダブル、ストリング、パセラブルのそれぞれの一つのデータと、その配列ですね、あるいは扱えると。 でその他にはチャーシーケンスやバンドル、バンドルというのはキーバリュータイプのクラスです。あとシリアライザブルやインテ,イン,テントにインテントを渡すといったこともできます。それでですね渡せるデータで、まあ、先ほどバイトというのがあったと思うんですが、まあ、バイトのアレイも渡せますので、ということは要するにバイナリーデータも渡すことができると。で実際、ビットマップなどの画像ファイルを渡すことができます。 これを、えー、使っているようなアプリもちらほらありまして、えー、例えばですね、えー、っとホームですねあの、皆さんも端末をお持ちだと思うんで、えー、使った方はわかると思うんですが、えー、いわゆる携帯でいうところの待ち受け画面、最初のホームなんですけど、あのホームも実際はアプリケーションの一つですで、えー。ホームでメニューを出して、メニューを、えー、長押しする。 メニューに入っているアイコンを長押しすると、そのホーム自体にショートカットを置くことができるのですが、そのときにアイコンのデータをビットマップとして、インテントで渡していると聞いてはいます。確かめてはいませんけど、そうらしいですで。実際は私もインテントでビットマップなどを渡したことはあるので、使えることは間違いないと。ただですね、注意点としまして、これ、あんまり大きい画像は渡せません。 あの巨大なファイルを渡そうとして、えー、渡せないとこれはバグなんじゃないかというような質問をしてくる人も、まあ、何人かいらっしゃるんですけど、えー、基本的にあんまり大きいサイズは渡せないと思っておいてくださいただですねあのじゃあどれぐらいのサイズなのかっていうとですね、あのー、確定的なサイズを言うことはできなくてそれはあのハードウェアに結構依存するというところなので。 端末によってどれだけのサイズなのかというのはちょっとわからないというところですねで。他にはシリアライザブが使えますので、まあ、要するにオブジェクトを渡すことをシ,シリアライザブクラスじゃない,いやインターフェースを実装さえしていればオブジェクトなども渡せますと。でバンドルも便利。えー、まあ要するにです、ね、先ほどこのようにあのストリング以外にもイントやロング などの数値データももちろん使えるし、えー、文字列や文字列も使えますけどそれ以外にもいろいろ使えますよとそういう意味で非常にインテントでデータを渡すことができますただですねあのでインテントの場合はまあ今説明した通り共有というよりは <laughs> 一方的に渡す感じなので ちょっと共有とはずれてるかもしれませんが、まあ、このような形で他のアプリケーションにデータを引き渡すことができますよと。以上、インテントでした。次、シェアードプリファレンシズ。このシェアードプリファレンシズというのは、Android Content Shared Preferences というクラスを使うことで、えー、使うことができます。ただ、一応注意点としまして、マルチプロセスには今、非対応と。 いずれ対応する予定ということですが、まあ、今はちょっとできませんよとで、まあ、使い方なのですが、まあ、まずそのデータを書き出す時このようにシェアードプレファレンスの入れ物を用意してゲットシェアードプレファレンスによって、えー、生成しますねで データを書き込むときには必ずエディタークラスというものを使って、プットストリングなどでストリングを書き込むといったような形で,で、最終的にエディターのコミットメソッドを使うことで初めて書き出されると。最初のですねこの1行2行目ですか。レフスネームと コンテキスト .modePrivate というところこの modePrivate というようなところをえー例えば WorldReadable とか WorldWritable などに設定することでえーパーミッションなどを設定できますとでえ読み出す時はえコンテキストをまず用意しなければいけませんコンテキストでえ読み出す側が要するにあの書き込んだ方のアプリケーションと パッケージが違う場合ですねそういう時はその書き込んだ方のコンテキストをまず読み出さなければならないとそれで書き込んだ方のそのパッケージ名を指定してまずそのコンテキストを用意しそれから先ほどと同じように「GetShadePreferences」を使うことで読み出すことができますよと。 でまあ、先ほどもちょっと説明したのですがこのモードというところ、えー、実際はです、ね、プライベートやワールドリーダブルなどを設定できますが同一アプリケーションでしたら、えー、何を設定していても、えー、読み出し書き込みすることができますで、他のアプリケーションの場合は、えー、それぞれ設定した項目でしか使用できないようになっています ワールドリーダブルだともちろん読み出しができて、ライダブルだと書き込みができると。で、リーダブルとライダブル両方設定することもできます。ただこれビットではなくて、確か定数なので、両方設定するときは足し算で設定します。データを取り出すときのメソッドなんですが、先ほどの getSharedPreference で SharedPreference を取り出した後、 それを使って get float, int, long, などで取り出すすことがでできますそれで書き込んだ際に使ったキーを第1引数に設定して第2引数は何も入れなくても大丈夫なんですが第2引数はデフォルト値ということで設定することが可能でそのキーに対して値が設定されていなかった場合に第2引数が自動的に返ってくると。 いいう形になっていますそれ,、えー、それぞれ個々のデータを取り出すメソッドの他に GetAll、えー、というそのシェアドプリファレンスに設定されてあるデータを全部読み出すといったような、えー、メソッドも用意されております。で、えー、シェアドプリファレンスな施設なんですが、これ実際はファイルに書き出しています。えー、DDMS などで、えー、端末の中を覗いてみますと、えー、っと、 スラッシュデータスラッシュデータの下の、えー、各アプリケーションのパッケージ名の下に、えー、シェアードプリファレンセスシェアードプ,プレフスというディレクトリが、えー、勝手に作られましてその下に、えー、XML ファイルがそれぞれできているとそれで、えー、ちょっと小さくて見えにくいかもしれないんですがこの XML ファイルの、えー、パーミッションですね一番右 を見ていただくと分かるのですがそれぞれファイルのパーミッションで、えー、プライベートであったりリーダブルであったりというのが設定されているのが見て分かると思いますということでシェアードプリファレンシスは実際はファイルですよと以上シェアードプリファレンスの紹介でしたでコンテントプ,プロバイダーまあこれは割と聞いたことがある人が多いかもしれませんが どういうものかと言いますと Android Content, Content Provider というクラスを使います。で、実装が必要なメソッドがいくつかあります。クエリー、インサート、アップデート、デリート、でゲットタイプとで。これらのメソッドを実装することで使うことができますよと,と。で、このです、ね、メソッド名、クエリーだとかインサート、アップデートなど を見てです、ね、特に Web の開発をしているような方はもうお分かりかと思うのですが実態はデータベースですね。Android はその OS に SQLite を実装してありますのでその SQLite を使ってデータベースのやり取りをしているということになっています。 でクエリーなのですが、まあ、使い方はどうかというと結構簡単でですね、まあ、主に2つあるんですが、まあ、コンテントリゾルバーを使ったクエリメソッドあるいはそのアクティビティそのものが持っているマネージドクエリーでこれが実際に返すいわゆるカーソルですね返ってきたローが全部詰まってるクラスなんですがカーソルクラスは返ってくる値自体は全く一緒です。 全く一緒なんですが、えー、マネージドクエリーに関しては、えー、アクティビティそのものがカクソルライフサイクルを管理するので、えー、いろいろ面倒なところは、アクティビティが見てくれるとで。マネージドクエリー、どのようなものかといいますと、まあ、このような感じで最初は使うことが多く、でえー、コンテンツリゾルバーを使った形もまあこのような形。 なんですがちょっとですね、えー、ヌルヌルとか書いてあるので、ちょっと不親切かなと思って、継ぎ足したんですが、このようにですね、えーまあ、プロジェクションという形で、えー、カラム名を指定すると、セレクトで取り出したいカラム名を指定して、でえー、そのプロジェクションを渡して、でえー、っと1、2、3、3つ目の引数が、 えー、どのローをもらうか、ヌールを設定しておけば全てのロー、で4番目や5番目が、えー、セレクトの絞り込みですねあの、オーダーですとか、フェアですとか、そういうのを指定できると。で使うにあたって、まず、えー、コンテンツプロバイダーは、androidmanifest.xml という アンドロイドのアプリケーションはすべてこの設定ファイルを持っているのですがここにプロバイダーコンテンツプ,プロバイダーを使いますという宣言をしなければいけませんでプロバイダーの名前あとオーソリティーズの設定をしなければならないですここを一応例として挙げていますがフレンズプロバイダーだとか書いてありますがこれはこう書かなければならないわけではないです 一応例として挙げているだけでこれ自体は私が監修させていただきました日経ビ,ビー社さんから出てる Android のプログラムの本があるんですがそこから抜粋しているだけなので名前はご自由にしていただければよいかなと思いますで実装なんですが このようにですね、先ほど指定した名前でクラスを生成して、コンテントプ,プロバイダーというクラスを継承すると、さまざまな定数を指定しなければなりません、例えばデータベースネーム、フレンズ .db と書いてありますが、この名前で自分のディレクトリの中にデータベースファイルを生成しますといったような設定ですね。こういったこ 項目を設定しなければいけないと。で、実装もこのように、えー、各自、クエリーやインサートなどを、えー、それぞれどんな動作をさせたいのかといったようなものを実装する必要がありますよと。<laughs> まあ、こう、こんな感じですね。で、えーまあ、コンテントプロバイダーなんですが。<laughs> SQLite デ、えータベースを使うことでですね、あのー、なんていうんですかね、アンドロイドでデータベースを使うときは、コンテンツプロバイダーを使わなければいけない、要するに、アンドロイドのデータベースイコールコンテンツプロバイダーだと思っている方が比較的多いようなんですが、必ずしもコンテンツプロバイダーを使う必要はなくてですね。 共有する必要は特にないけどデータベースを使いたいという場合は SQLiteDatabase というクラスを直接使っていただくとその方がえーまあコード自体も短くて済むので良いのではないかなと思いますで、えー、パッケージというかクラス自体は AndroidDatabaseSQLiteSQLiteDatabase というところにありますで、えー、ネットワーク まあこれは要するにウェブサーバーですね。データ,ベースデータはサーバーへ置きたいという場合、まあ、JavaNetHttpURL コネクションなどを使うと。これ別に HttpURL コネクションを使わなければいけないわけではなくて、えー通信で、通信をするためのクラスはいくつか用意されておりますので、まああのー お気に召したものを使えばよいとは思うのですが一応例としてこれを挙げます、えー、使用方法なのですが HTTPR コネクション、えー、URL をまずインスタンス生成しますね、えー、URL アドレスを指定して生成するとで、えー、オープンコネクションメソッドで、えー、まあ コンというものを作りまして、リードやコネクトのタイムアウトを設定するで、ゲットやポストなどのメソッドを設定して、必要でしたらリファラーなども設定すると、で最終的にコネクトというメソッドを呼び出すことでコネクションが確立して、レスポンスをインプットストリームリーダーで呼び出すことができると。 まあここら辺はですね、Java でバリバリ書いてる人はもう当たり前のように知っていることだとは思います。ただですね、注意点があります、えー。UI スレッドというのですが、Android ではメインスレッドのことを UI スレッドというのですが、えー、UI スレッドで HTTP 送受信をすることはちょっと、えー、やめた方がいいのかなと。というのはですね、えー、サーバーから レレスススポンがが得られるままままで、えー、スレッドが止まってしまいます。サーバーに、えー、リクエストを投げてでそれを受け取るまで、えー、何もできない状態 UI が、えー、何もその待ってる間反応できない状態になってしまいますでそれがありますといわゆる ANR というものが発生します。ANR ダイアログ、アプリケーションノートレスポンディングの略なんですが、まああの、Windows などでおなじみの応答がありませんみたいなダイアログですね。あ別に Windows をバカにしてるわけではないですよ。あのおなじみだと思ったんで。まあ、こういったダイアログが出てしまうと。で、Android が ANR を出すときの条件は2つありまして、ユーザーからの入力に対して5秒間反応しない。 場合、まあ、これが問題になるわけなんですが、えー、吸入力ですとか画面タッチですとか、えーまあ、トラックボールをいじったりですとかっていうものにサーバーからレスポンスが来るまでの間何にも反応ができない状態 UI スレッドが止まってしまうので、えー、5秒以上サーバーから、えー、反応が返ってこない場合というのは比較的多い 多いと思うので、えー、これはちょっと気をつけなければいけないと。で、えー、ブロードキャストレシーバーに対して、えー、それに対する処理に10秒以上かかっている場合、まあ、これは今の今話してる内容とは直接関わりがないのですけどもブロードキャストレシーバーというのは先ほど、えー、インテントの説明をしている時にちょっとブロードキャストインテントというのを説明しましたが。 ブロードキャストインテントということで、まあ、例えば先ほど例に挙げたのはタイムティックですね1秒ごとに投げられてくるインテント、まあ、そういった OS から発行されてるインテントに対する処理に10秒以上かかっている場合などに ANR が出てしまうと ANR をじゃあ避けるために、えー、どうすればいいかということなんですが、えー、通信が発生している間ユーザーに 何要するにあのユーザーサーバーからのレスポンスが返ってきて初めて何かができるといった場合は、まあ、待っててもらうしかないのでそういう時はプログレスバーやプログレスダイアログを表示させるといわゆるあの、まあ、フラッシュなんかではよく見ますけどこう待ってる間のこうぐるぐる回ってるような。 表示ですね、ああいったものを表示させると。まあ、これで一応 ANR は避けることができます。で、えー、バックグラウンドで通信していてほしい場合、えー、これは例えば、す、え、で、ー、にマーケットにたくさん登録されています、えー、Twitter クライアントなんか、あるいは、えー、RSS リーダーなどでよく使われておりますが、えー アプリケーションが動作している間はそのまま動作していてほしいとただ、えー、何分間とかおきにサーバーに更新があるかどうかを確認して更新があった場合に更新文を今表示されているアイテムに追加させるといったような場合ですねそういう時はスレッドクラスを継承したりランナブルインターフェースを実装すると いう形で,です、ね、スレッドを別にしておくと。要するには、えー、UI スレッドは UI スレッドで存在して、UI スレッドとは別に、えー、通信をするためだけのスレッドを用意すると。そういった形で、えー、スレッドを複数用意することで、NR を避けるといったことは可能ですと。 えー、それでですね最後に、えー、プロズアンドコンズなんですが、これは要するにメリット、デメリットですね。えー、速度比較をしますと、インテント、シェアードプレファレンシス、コンテントプロバイダー、HTTP と、えー、速度を計測してみたんですが、このような形になっております。まあ、要するに 説明した順に遅くなっていってていいだですね一応注意してほしいのはこれはあくまで参考程度にしてほしくてですね、あのー、ハードウェアですとかあるいはあのー、使っている時の状況によってすごく変わってきます例えばですねインテント自体は、えー、これはあのデータの受け渡しに使われた時間を一応表示してはいますが インテントそのものは先ほど説明したようにアクティビティを起動しますのでデータを受け渡すと同時に他のアクティビティを起動していますのでアプリケーションそれで起動するアプリケーション自体が非常に大きい場合かなりヘビーなアプリケーションを起動するといった場合はこれはもっとあの何倍にもなってしまう場合はあの結果的にはあります。ユーザーザにとってはあの データの受け渡しにいくつかかったかというよりはあの最終的にどの画面になったかというところであの時間を食った食わないという判断をしますのでそこはえー注意をしてくださいあとですねコンテンツプロバイダーもそうなんですが、えー、非常に複雑なセレクト分の絞り込みをしているだとかあるいはあのデータベース自体が非常に大きいもので時間がかかってしまうといった場合も もちろん想定できますのでこれもあのもしかしたらもっと遅くなってしまう場合もありますあとですね HTTP、まあ、これが一番時間が変わってきてしまう可能性があるのですが、えー、HTTP、まあ、もちろん皆さん Web などの開発をしていると思いますので分かると思うのですがサーバーの CPU ですとかあるいはサーバーのデータベースもしくはネットワークの回線速度 あるいはネットワークを使っている時間帯によって非常にレスポンスの速度は変わってきますのでこれがも,うもっと何百ミリセカンドというよりはもう何秒とかかってしまうような場合ももちろん想定できますで他にはです、ね、メリットとしましてはインテントはまあ説明した通り簡単に使えますとで使えるデータ型が非常にたくさんありましたよねシリアライザブルなども使えると でシェアードプレファレンシスに関しては比較的、まあ、これも比較的簡単に使えますとパーミッションの設定もあのモードプライベートだとか、えー、ワールドリーダブルだとかっていうようなあの非常に簡単に設定できます,できますでコンテンツプロバイダーは、えー、SQL 文が使えるとなので、えー、データの取り出し方が、えー、自在そのセレクト文で絞り込みがかけられると でデータの型ももちろん SQLite なので豊富ですと。で、ネットワークに関しましては、記憶容量をほとんど気にしなくていいですよね。とにかくサーバーに投げてしまいますので、まあ、サーバーが5メガしかないとかいう場合はちょっと微妙ですけど、最近はそういうことはないと思いますので、記憶容量を気にしなくていい。で、データの永続性が端末に依存しません。例えばもう、あの携帯ではよくあることだと思いますが、思い あの間違って洗濯機に突っ込んじゃったとかですねあの、えー、転んで携帯がぶっ壊れちゃったとかですね、まあ、そういったことで端末が破損してしまってもデータ自体はサーバーにあるので、まあ、問題ないよとあと、えー、共有範囲がまあ自分の端末に限定されないこれはですね上の3つに関しては基本的にローカル端末内でのデータシェアリングの話なんですが、まあ、ネットワークを使う限りはサーバーに データがいってしまいますので、あのー、端末内に限らず他の人ともデータの共有ができますよと。でまあデメリットというところですとインテントはストレージに存在するデータとは限りません。インテントは先ほど説明したようにあのオンメモリー変数だとかオンメモリーのものを 次のアクティビティに渡しているだけなのでそれ自体がストレージに存在するデータかどうかは保証されませんなのでファイル化しておくだとかデータベースに保存するだとかっていうのは自前で実装する必要がありますとあとインテント自体はまあ何度も説明してますがもともと共有するためのものではなくて一方的に投げるものなので共有かというとちょっとおかしいかなと。 あと、まあ、渡せるデータ量は少ないですね。オンメモリーなので、まあ、メモリーの制限などがあります。シェアードプレファレンスは、えー、データの方が、まあ,あんまり多くはなかったですね。少ないと。で、パーミッションの細かい設定はできませんと。コンテンツプ,プロバイダーは、えーまあ、先ほど説明したように、えー、実装する際に、いろいろ設定する項目、実装するメソッドなどがあります。 SQL、もし SQL をまだ使ったことがないという方はですね、SQL よる文法を覚えるためのまあ学習コストがかかります。でネットワークに関しては、データの取り出し、書き込みに一番時間がかかる。あと、ネットワークなので、どれだけ時間がかかるのかというのをこう推定しづらい。UX というのは、先ほど言いましたように、あのー あとですね、えー、バッテリーに難があるということなんですが、えー、通信はどうしても、あのー、通信頻繁にしますとバッテリーの減りが非常に早いですなのであの大量のデータをやり取りするだとか頻繁にデータのやり取りネットワークでやり取りするといった場合はあのー、バッテリーに気をつけなければいけませんと。 とということでま,あまとめなんですが、その都度最適と思われる方法を選択しようというですね非常にあのつまらない結果なんですが <laughs>、そりゃそうだろうという話なんですけど、ああ一応、ね他にも SD カードに保存するだとか、ファイルに保存する、シェアードプレファレンスも結果的にはファイルなんですが、実際にファイル名を指定してえファイルに保存するといった形も。 でできななくはないですただ、共有となるとまた別なんですが、そういった形でデータを保存することはできますと。で、えーまあ、Android のハードウェアや実行環境によってこう、これは変わりますので、一応、方法をです、ね、複数知っておくことで、その都度ハードウェアによってどれが最適なのかを試すことができますということになっております、はい、以上です。 でですね最後に、一宣伝なんですが、Android SDKJAPAN というですね Google のグループ、Google による Android コミュニティがあります。Android SDK を使用したアプリケーションの開発の情報や、h a c k a t の開催情報などを提示してありますので、もしよろしかったら参加してみてください。URL は下に書いてありますが、Android SDKJAPAN で検索すれば出てくると思います。一応 私がオーナーをやっております。あとですね、日本アンドロイドの会という、まあ、有志によるアンドロイド開発に関わるユーザーコミュニティもあります。まあ、Java ではおなじみの丸山先生を会長としておりまして、えー、毎月月例会を秋葉原で行っております。このようなですね、えー、開発、アプリケーションの開発に関わる情報ですとか、あるいはもっとビジネス寄りの情報ですとか。 いろんな発表がされておりますその他にもですね各種ワーキンググループ SDK のワーキンググループでしたりビジネスのワーキンググループでしたりいろんなワーキンググループがあるのですがそういったワーキンググループ主導による勉強会なども開催しておりますのでよろしかったら参加してみてください。ということでご清聴ありがとうございました。